イド、ここは膝元いっぱいでした。柳田は三振です。ピッチングスタッフの中で非常に効いていたピッチャーです。サードの後方シュート、おっとフェンスに当たりながら、フェンスに当たりながらお客様と接触しました。はい、詰まったピッチャーライナーでしたが、あと掴み直してもう一回できませんでした。二塁を選択します。記録はエラーです。記録はエラーです。そこからボールを追いかけるのにこれ取り損ねましたね、ここはね。そうですね、三遊間抜けていった、一塁ランナーを荻野は二塁を回ったところで転倒、転びましたが大丈夫です。荻野ここで転ぶんですが、どうやら大丈夫なようです。ソフトバンクがもう6対0と一方的なペースになっています。先ほどベンチ内の様子、ソフトバンクが映ったんですが、藤本監督とレイがグータッチしてましたね。まあそうなるとこの回までということですよね。はい、ということはレイは変わるでしょう。85球の球数ですが回収に行ってます。はい、あとは風との競争です。ですよね。はい、フェンスのところにも引っかかり、はい、そしてね、上空綺麗ですね。でもそうですね、中断させても、はい、